えと出身は千葉になりましてで千葉の市原市っていうところで千葉県の内房蔵になるんですけれどもそこで、えー、と父親はあの普通の上場企業のサラリーマンやってましてで母親は専業主婦でその長男っていう形で二人っ子の家庭に生まれましてで普通に地元の中学高校を卒業して高校時代は野球やってましたので,で小学校3年生の頃から10年ぐらい必死になって野球をやってたと。 なので基本なんか学生時代の思い出ってなるともう野球しかやってこなかったっていう思い出しかないっていうのが本音です高校卒業してから専門学校行きまして土木の専門学校行ってですね設計ですね設計とかの事務所の方に入りましたで IT ではすみません全く別の仕事をやってたっていうのが、えー、と僕の学生時代からまあ社会人最初の頃になります、えー、と設計事務所を辞めた後に IT の通信会社に入りましてでそこ入社して3か月ぐらいで倒産しましてでそのえっ、ー、とその倒産した会社って1,000人ぐらいいたんですけれどもそこの会社のトップセールスマンたちが15名ぐらい外に出て作った会社がもともとうちの会社なんですねで自分もその倒産した会社に新入社員で入ってきた際にもう1か月目でトップセールスになりましたので、まあ、会社の中では結構名前は知れてたので その15名外に出てた際にこの15名のうちに1人してたのでこの人から声がかかって一緒にやんないということで入ってきたっていうのがままずここの会社に入った経緯となります、ね。基本的には商品サービスを売り込まないと,、えー、とお客様の問題解決をしてあげようとかお客様の困っていることに対しての自分ができること何かやってあげようっていうのが前提にあってそこが他の人との違いだったかもしれないですね。 他の人はやっぱり会社からこれ売ってこいと言われるとこの商品を魅力的に説明しようとかこのサービスこのサービスこのサービスと一方的に話すと思うんですけどもあんまそういうのをやらずにあの最終的にお客様の困ってることに対してこのサービスとか商品があのマッチすればいいかなぐらいに思って営業やってましたんでだからえっと商談が1時間あった際に実際にこのサービスの説明なんていうのは多分半分ぐらいしかやらなくてあと半分は。 雑談したり、まあ、意味のある雑雑談談ですか、ね、雑談したりお客様の困ってることだったりとか,かうまく聞いてたっていうのが当時のセールスやってた時ですね。